ハローメグっペです。今回も前回に続き最新の英語スラングをチェックします。実はこれ何ていく目かもうわからないぐらい。撮り直してるなぜなら噛みまくってるから <laughs> 噛みまくりすぎてですね。うまいこと時間内に収まらなかったりなんかにしちゃったりしてもうすでに噛み始めてますけど。はい。なんですが諦めずに収録しております。ありがとうございます。 はい、ねまあとりあえず今回も最新の英語スラングをチェックしますねっ、まあ、こんな感じでグダグダし続けてしまいましてどうしてもね時間が足りなくなりがちなんですが今回は前回よりはもうちょっと見たい見たいんです <laughs> 頑張りますねあの また一個で終わるる可能性は大いにあるよ先に言っときますねはいじゃあ今日も最新スラング見ていこうでまあ見るにあたってメグッペが今日確認したかったことが一つありますそれがスラングとはなんじゃいなというお話ねスラングはいスラングとはじゃあここから見ていきますね、まあ、こういうことをしてると時間がどんどんなくなるんですね危険 今回も危険ですが、はい。まず、スラングとは、オックスフォードラングイッジの定義によると、ある階層、社会だけで用いる言葉、非語、俗語、比較的シンプルな定義となっています。はい。まあ、もうちょっと詳しく紹介されているものというと、え英語圏の人々が日常生活、 日常会話で使用する非公式な言葉や表現のことであるはいあとそうですねコミュニケーションの中で使われる若者言葉や流行語造語などの砕けた表現を指すまあいろんな表現があるっていうことですねざっくり言うとね。<laughs> はいであと面白いこういうウィキの紹介なんですけど。 スラングは俗語の英訳そうですね SLANG スラングは,い、は改まった場面で用いられない品のない言葉品がないって言われてる、はい、なんですよねとにかく仲間内とか家族とかでよく使う表現なので公式な仕事場食事のねのビジネスシーンではあまり 使使わわなないいいい方がいい使わない方が望ましいといとう表現です、まあそんなことを言いながら結構使われてるけどね単純なもので言うとなんだハウディとかワッツアーブなんかもこの辺もスラングになるからね、まあ、なので、まあ、どこまでをどうビジネスに取り入れるかっていうことにもなるのかなっていう気はしますがスラングの定義とはそういう。 ことですねは,い、では今日のスラング今日のスラングですよ、はいまあ、前回何を見たかっていうとこれ一瞬ね復習しときます詳しい話は前回のアーカイブ収録を聞いてください、えー、前回は旅行ねめぐっぺ旅行が好きなので旅行に関するスラ,ンスラングを見たんですけど前回は「TripStacking」でしたトリップ ね、これは直訳すると旅行を重ねるというような意味なんですけどこういうね言葉が、まあ、コロナの後ぐらいから流行ってたらしい知らない知らなかった、うんまあ、内容を聞いてもあまりピンとこない、まあ、人によるんじゃないかなっていう気もしましたが、はい、一応そういう言葉があるということでした。じゃあ今日 今日もいろん,、ね、んなしなんていうの種類のいろんなスラングがあるんですけど、ま、SNS 系とかね SNS 関係でメグペイベッド確認したいやつもあるのでそれはまた見ようと思ってるんですけど今日はっていうか今回はもう一回ぐらい旅行関係のスラングを見ておきたいと思いますじゃあどれにしようかな ですね、えっとねじゃあ今日はこれ音鳴らそうえいはいえー「place lag p l a c lag」プレイです「p l a スラ lag」これは、えー、よく聞く「なんとか lag」っていう言葉だと時差ボケとかジェットラグとかあると思いますあと「time lag」とかねこの辺りは比較的よく聞くんじゃないでしょうか ジェットラグ時差ボケタイムラグは時間差みたいな感じで訳しますかねじゃあ「place lag」が何かというとこれは場所ボケ場所ボケですってはい、まあ、内容としてはある場所から別の場所に移動した後新しい場所での生活に完全に適応できない感覚を表すために使用される用語 どういうこと <laughs> どういういことかなええ、ちょっと分かりづらい気がするな他の他の説明も見てみましょう他の説明で言いますと「プレイスラーグ」ねうん「プレイスラーグ」とは長い飛行機の旅を経て新しい場所に到着した後の驚き 方向感覚の喪失などの感覚のことだってに、えー、に似ているるが見知らぬ場所に対す感感情的な感情を指すうんであこの言葉も先ほどの「トリップ・スタッキング」と合わせて、えー、コロナのあとですねコロナのパンデミックによるロックダウンの後に流行した表現だそうです。 みんな聞いたことありましたかめぐっぺは初めてでした。ね。ま、あの、もうなんやかんや言って、もう今の時点でもうすでに古い言葉になりつつあるかもしれないけどね。はい。という、え、プレイスーグなんですが、長い飛行機の旅を経て、新しい場所に到着した後の驚き、方向感覚の喪失、みんなは感じますかめぐっぺはね、 何だろう目的地に着いたとき、着いたーってなる。<laughs> ででででんっていうそういう感じ。やった来たーはーってなって、特に違和感はない。<laughs> 違和感感じないな。 そうなんですよね初日はワーッ着いたやったーってなって翌日になると自分がその日本から来てるってことをおおよそ忘れます。もうずっとそこにいたような感覚に麻痺するのでね錯覚し始めるの。なんであんまりこういう感覚はなじみがないかなっていう気がするんですけどまあロックダウン後にってことなのでなんだろうなコロナの時って渡航禁止になったりとかして。 ね、日本から出られないっていう状況になってたので、まあ、それを経てそのパンデミック前と後の感覚の違いという意味であればわからないこともないかもしれないいった時にもしかすると感じるのかもしれない、まあ、世界情勢も変わってますしね,ねなんか昔はもっとこう単純にできたことが今決まりとか厳しくなったりとかしてるしそういうのも含めて。 っていうことであれば分からなくもない気はするはい Place lag ですね OK じゃあみんな一回言ってみよう Place place PLACEPlace lagLAGPlace lag ですあそうだついでにじゃあラグの意味も確認しとこうかな前後ちょっとずれてしまったそれこそラグですね それこそラグですけども前後でちょっと順番がずれましたがはい、ラグの意味確認しておきましょうラグは動詞で使った場合はノロノロ歩くとかぐず,つぐずつく進行が遅れたりするというような意味ですねはい、これが名詞であれば遅延遅れというような意味みんながよく知っているラグの意味ですはい place place、lag. ですね。どっちも L の音が入っているのではい、しっかり「place place lag、はい」言えましたかまあ、ちか使い方としてはあれかな「あの z lag」と似たような感じで使っていいのかなはい。で、えー、例としては「the place lag hidden」 Hard なるほど。The place lag h i t him なの、ね、で、これは、え、place lag が彼を襲ったっていうことなんで、このヒットを、あとね、ヒットの後のヒムを me に変えて、the place lag hit me hard とか言ってもいいかもしれないですね。実際に使うときは。まあ、使うのが難しいなという人は、 誰かが言ったときに、えー、place f a g これは、あのね、なんとなく、なんていうの場所、場所の感覚が、なんかちょっと、おかしな違和感を感じてるんだなっていうことが、ピンと分かればいいという、そういうことですね。は、時間が、結局、やっぱり足りない。<laughs> やっぱり足りない。<laughs> 一回一個見るのが精一杯ですね。はい。ということで、えー、今回は、今回も、 旅に関するスラングをチェックしました。はい、次回もうもうちょっと見るよ。もうちょっと見たいと思います。なので次回は旅以外のスラングをチェックしよう。そんな気がする。そんな風に思います。はい、次回は旅以外の最新スラングをチェックします。はい、今日のスラング気になった方はぜひあのね実際の会話の中でねじ込んでみてください。 ねじ込み大事。ということでめぐっぺでしたまたね